こんにちは、カワピです。今日は決意表明です。第18回最強決定戦でカワピチャンネルは広島限定リーグ MVP を狙います。次の最強決定戦まで1ヶ月を切りました。皆さんも準備を進めていることだと思います。僕もこの最強決定戦を見せてこれまでプレーしてきました。前回の6位、そして前々回の2位、これを超える最高の結果を目指していきたいと思います。こうやって宣言するのってめちゃくちゃ勇気がいるんですよね。こんなこと言いながら全然優勝争いできなかったらどうしようみたいなことも思うんですけれども、それはそれで全力プレーの結果だったらいいじゃないかと思います。ここで改めて決意表明をすることで自分自身を追い込んでいきたいと思います。プロスピエースをやっていてよくわかるんですけども、僕はやっぱりカープが好きなんですよね。もちろんプロ野球全体が好きで一生の趣味だと思ってるんですけど、僕が一番モチベーション上がるのってやっぱりカープに関することなんですよね。始めた当初は12球団の強選手を集めて12球団オーダーをメインに作っていました。今でも裏でこそっと作ったりもしてます。でもやっぱりカープを作ってる時が一番楽しくてワクワクするんですよね。それならワクワクすることで頂点に立ちたいじゃないですか。好きなカープのことをとことん考えて頂点に立つ、最高に楽しいことだと思います。さあ MVP になるためにどんなオーダーを作っていくか、これからの計画展望をお話ししたいと思います。今のオーダーはご覧の通りでまだまだ未完成です。スピリッツだけならおそらく7万4000は必要になってくると思いますね。今の選手名鑑はこの通りです。 MVP を狙うなら通常選手は全選手取りたいところですが、もし全部取れないならめちゃくちゃコンボを強くするかどちらかですね。鈴木選手と市岡選手はスペシャル版がありますんでここはいいとして、松山選手、野村選手、西川選手はどうしても欲しいところになります。明日の動画はこの3選手を狙ってのミキサー会を予定しています。ぶん回していきますんで楽しみにしていてください。ちなみに今後登場するスカウトは投手2名追加のグレードアップ、そして野手追加の戦力強化、この2つは固いと思います。これはどちらもガチャぶん回して手に入れたいと思ってます。この辺のガチャ戦略はこの動画でお話ししますんで、コンプリートを目指す方はぜひ見てみてください。概要欄にリンク貼ってます。それでは野手から見ていきましょう。野手はまだまだこれからの追加選手次第っていうところですね。その中でもミート型コンボが軸になるのは間違いないでしょう。野手は現状ではミート型の超コンボ、超周東精密を発動させています。これですね。この中で前田選手やシーツ選手は松山選手、西川選手が取れたら交代になるかなと思ってます。菊池選手は2019年版は完全総力型なんで、このままタイトルホルダー版を使う可能性もありますね。ミート A コンボは今季は難しいかもしれませんね。ここから野村健、衣笠さん、前田さんにシーツさんと抜けていく可能性が高いです。丸選手も外すかもしれませんね。で新たに入るのは島さんに松山選手に、ちょっとしたら TS 第5弾の選手もありますね。ミートへ8人集めるとしたら過去シリーズを混ぜることになるんで、スピリッツを大きく下げることになりますね。パワー系のコンボは今季はちょっと大変かもしれません。島選手と松山選手の同期チャレンジがもし成功したらパワーごとコンボを出していける可能性もあるんですが、2人とも保身勝負の1点狙いになりますんで現実的には難しいと思ってます。ただそう言いつつもやってみないとわからないですからね。素材が許す限りチャレンジはしていきます。パワー型コンボが難しい場合は総力型コンボを組んでいくことになるかもしれません。僕の予想では TS 第5弾は尾形さんか東出さんが来るんじゃないかなと思っていて、尾形さんならおそらく三道地、東出さんも総力型になってくる可能性はあると思うんですよね。そうなってくると菊池選手に、田中選手に、野間選手に、阿部選手、西川選手、そしてあと1人、尾形監督か東出コーチで6人、疾風陣内が発動しますね。過去シリーズも入れて8人にして超疾風陣内を出すのも面白いかもしれません。それでは投手に移りましょう。カープ純正の投手陣は
いつも結構コンボは限られていて、9位型がベースになるのは間違いないですね。今はこの8人で9位型コンボ超力戦奮闘を出しています。今後床田選手はほぼ確実に出てくるでしょう。床田選手が出たらスピン2900の川口さんと交代になると思います。他に出てくる可能性があるのはレグナルト選手とかクリ選手でしょうかね。いずれにしても9位型コンボなのは間違いないでしょう。正9型は大瀬良選手と野村選手だけなんでコンボにはならないと思います。スタミナ型は僕も笹岡さんとジョンソン選手、あとは岡田選手ですかね。なのでコンボにはなりませんね。そして変幻自在系のコンボはこれまた今季は難しいかもしれませんね。カープはみんな球種が少ないんですよね。笹岡さんが3球種ですし、フランスは選手、アドア選手も3球種ですね。この後クリ選手がもし出てきたら7球種持ってますんで、変幻自在がひょっとしたら出せるかもしれません。超変幻自在は完全に不可能ですね。まあここもひょっとしたら TS 第5弾が投手で出てくる可能性もあると思いますんで、そうするとまたコンボのバランスは変わってくるかもしれませんね。はい、といった感じで純正カープはまだまだ不確定要素が多いです。多いですが、この不確定要素の中でどんな状況にも対応してオーダーを組んでいくのがクロスピエースというゲームだと思います。第18回最強決定戦、開幕まであと1ヶ月、全力で強化していきます。ぜひ周囲のみんなにガチプレイで MVP 目指す YouTuber がいるよと教えてあげてくださいね。さあどんな結果になるのか、どんな世界が待っているのか、僕自身ワクワクしてます。ぜひ応援してください。皆さんのアドバイス大歓迎です。コメント欄や Twitter で教えてくださいね。皆さんの意見どんどん取り入れていきたいと思います。ぜひ一緒に MVP になりましょう。はい、今回もご視聴ありがとうございました。 MVP 目指して頑張るのグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。動画にできない細かい強化の様子なんかは Twitter の方にあげますんで、そちらもフォローお願いします。過去の MVP 企画は再生リストにしてますんで、概要欄か再生リストからどうぞ。それではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。